私ですね、日々いろんな料理を毎日作っております。その中でも今日は私が作る料理の中で一番美味しい料理レシピがございまして、なんて名前つけたらいいのか、豆乳担々スープ、スープなんですね。豆乳担々スープ、はい、今日は作っていきたいと思います。鍋ね、鍋選ぶときに豆乳鍋だけは選びませんっていう方は申し訳ございません。こちらの方で動画終了となります。早速やっていきます。ニンニク超大事ということで鍋を用意します。なんか画角が微妙すぎる。これでね、ニンニクを炒めます。はい、この向きで作ればいいか。これでいいかね。ちょっとね、これじゃなくてごま油を入れますね。こんぐらいでいいか。ちょっと潰してから包丁注意。はい、そしたらごま油投入。はい、こんな感じで。見えねー。ニンニクは強火でガーいくんじゃなくて、弱火でね、じっくりニンニク汁を出すようにしております。はい、今ね、めちゃくちゃいい匂いがしてきます。めちゃくちゃいい匂いがしてきてます。そしたら次肉を入れるんですけど、スタンダードなのはひき肉ですね。はい、ひき肉なんですけど、5日前ぐらいにも作って、その時ひき肉でやったんですけど、ちょっと今日は豚肉で、はい、なんかちょっと気分が豚肉なんで豚肉でやろうと思います。好きな肉を入れたらいいと思いますよ。無事ね、何でもいいの。これちょっと切りますわ。でかすぎ。ういー。はい、そしたら次ね、人参入れます。半月切りにしました。いちょう切りでも短冊切りでも何でも好きなように切って入れてください。ちょっと一旦ここを離れてですね、はい、カメラ切ってるんでわからないと思うんですけど、今日揚げる動画のちょっとチェックをしに行ってました。7分ぐらい経ちました。肉もすっかり色が変わって、そしたらちょっとエリンギを追加で投入したいと思います。本当は何これ、本当はこれエリンギってどんぐらい切るんだっけ。これ忘れちゃったよ。本当はね、豆腐とかもやしを入れたらいいと思います。なんかそれっぽくなるので。けどこの間入れちゃって、5日前に作った時に全部入れちゃってないんですよね、ニラとかも。ちょっとあるもん適当に入れていこうかなって感じです。激しいですね。まんま。ちょっと油揚げも入れときます。なんか98円で5枚入りで売ってる油揚げあるじゃないですか。なんかあれ買ってくると怒られるんですよ。これはね、多分2枚で98円なのかな、わかんないけど、それよりはちょっと高いやつ、やっぱりね、違うよね。なんか中身がギュッと詰まってるっていうか、98円で5枚入りのやつ、安いから買いがちなんだけどね。やっぱり中身がスカスカだと、はい、あれを買ってくると怒られますね。ということで、このちょっと高い、ちょっとだけ奮発した油揚げも入れます。そしたらね、水をね、300入れます。今こんな感じですね。こんな感じで、はい、すいませんね、料理動画なのに画角が意味わかんなくて。はい、水300入れて、そしてね、はい、大事な豆板醤ですね。はい、うちはこれ、今うちにあるのはこれ、どこのこれ、有機食品だって。初めて聞いた、有機食品、四川豆板醤。これをね、大体小さじ1ぐらいだと思うよ、わかんないけどね。このまま適当に入れすぎると辛くなります。はい、もちろん
まあ、辛いのが好きな人はたくさん入れてください。やばい、生姜入れ忘れた。最初ニンニクと生姜も入れた方がいいですね、本当は。ちょっと今からでもちょっと入れとくわ、これ。ちょっと忘れてた、ちょっと入れときます。はい、まあ、あの生姜1個100円の買ってきて最初にすりおろして入れるのが多分一番いいかなと思います。忘れてました。はい、そしたら次味噌を入れてください。大さじ2、水300で味噌大さじ2。これはちょっとさすがに測るわ。はい、だいたいこんぐらい。はい、これ入れて、うん、うん、おーい、よし。最後醤油、最後です。ね、小さじ2、小さじ1、小さじ2。はい、終了です。ちょっと5時過ぎたんで1回動画投稿してきます。さよなら。さよなら。あれから何分が経ったでしょうか。そしたらね、あの最後に水菜を入れます。はい、ニラとかもね、入れる場合は最後の方がいいと思います。はい。なんかさ、親になる前、子供が泣いてて、その泣き声で、まあ、これはこういう時の泣き声、これはこういう時の泣き声みたいなのが分かるみたいな話を前に聞いたことがあって、いやすげえなと。泣き声なんて全部一緒じゃん、そんなんで判断できるようになっちまうの、お母さんって。って昔の私はそう思っていましたけれどもね、はい、やっぱりね、分かるようになっちゃいました。分かるようになっちゃいました。あ、泣いてる。うん、ちょっと嘘泣きに近いな。あ、泣いてる。うん、泣いてるけどこれ泣いてないなっていう時と、あ、これガチのやばいやつだ、ガチでどっかなんかぶつけたなっていう時の泣き声。うん、やっぱりレベルはマックスはね、予防注射の時、うん、病院の予防接種の時のあの泣き声がやっぱりレベルマックスですね。そしたらね、今具を入れ終わって味付けもしてこんな感じになってます。じゃあね、最後、私は先ほど豆乳担々スープを作ると言いました。豆乳が入っておりません。こちらです。はい、豆乳なんぼ200です。ここがこの料理の一番のポイントになります。マジでこれをやってしまうとこの料理大失敗に終わってしまいます。豆乳を入れるとき、絶対に絶対に絶対に弱めにしてください。もう一番、もう一番左、このレバー、このレバー、もう一番左でお願いします。この弱めの状態で入れますね。これね、豆乳を入れて強火で沸騰させるとどうなるかっていうと、豆乳がなんかね、分離しちゃうんですよ。豆乳の味しなくなっちゃうんですね。一回あの失敗してやったことあるんですけど、温め直そう思ってガーやったらめっちゃ分離して、なので要注意ということで出来上がりました。皆さん具は好きなもん入れてくださいね。うん、大体何でも合うと思います。OK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 。 あ、そうそう、これにあのラーメン入れてもいいし、うどん入れてもいいし、チーズとか入れてもいいし。ビジュアル完成。チラ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 。あのね、あの餅入れました。餅